ドゥースポキッズ。ドゥースポキッズ生徒の皆さん、こんにちは。こんにちは。クラブマネージャーの上正です。沢田愛理です。今日は第2回目の、おうちでドゥースポ、皆さんと楽しくやりたいと思いますので、よろしくお願いします。今日も元気に体を動かしましょう。今日のストレッチは、前回とちょっと違うストレッチをやりたいと思います。まずは少し足を開いてください。そしてお相撲さんの、四股のように股関節を今日は柔らかくしていきたいと思います。ずっと足を開いたらそのままお尻を下げていってください。そして肘を膝の方に当ててゆっくりこう左右にこう揺さぶって柔らかくしていきます。この時、姿勢で注意することが、2点あります。でまず頭が下がりすぎて、こういう状態にならないようにしてください。正しい姿勢は胸を上げて顔をしっかり前の方を向きます。そうするとしっかり股関節が柔らかくなりますので姿勢に注意してください。もう1点注意してほしいのが、膝の角度。ダメな時はこう膝がグッと前の方に出てしまっている時には、股関節が柔らかくなりませんので、この膝の位置を注意してください。はい、次はスパイダーマンを、やってみたいと思います。それでは基本の姿勢、まずは両手を前の方につきまして、腕立て伏せのような体勢をとります。そして片足を、手の真横に持ってきます。そしてその後にお尻をリズムよく、上下に動かして股関節を柔らかくしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対の足いきます。はい、横に持ってきてお尻を上下に。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。はい、今のスパイダーマンができたら次は少しステップアップ、して左右、交互に足を動かしていきたいと思います。で、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。これをやると、ここの股関節が非常に柔くなってみんなもかけっこ必ず速くなるから頑張ってください。はい、次は、体育の授業でも、みんなやると思うんだけども前転をやりたいと思います。この時注意するのが手のつく位置、あまり前の方につくと回れないのでなるべく自分の足の近くに手をつきます。そして、顔の位置は前を向いてじゃ回れないのでおへそを見ます。そして頭のつく位置はなるべく頭のてっぺんをつくような感じで、ゴロンと回ります。はい、いきます。そしてスッと手を前の方に出して立ち上がります。もしこの前転で、スムーズに立ち上がれないときにはお家の方にも、こういうように手伝ってもらってください。はい、はい、次に行うのはコーディネーショントレーニングといって、小さい子どもの時に、こういうトレーニングをやっておくとみんなが少し大きくなって中学生、高校生になってどんなスポーツをやるにも役立つ動きなのでぜひ今のうちにしっかり学んでください。
はい、最初に、腕の動きから、やりたいと思います。最初に手を大きく上げてポッ、そして次に開いてパッ、もう一度ポンパッ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 、はい、こういう動きをしていきます。次に、足の動きをやりたいと思います。はい、足はグー開いて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 、はいはい、この動きを、手と足一緒にまず行いたいと思います。最初はゆっくりいきます。はい、ポンパポンパポンパパ、はい、 OK です。はい、それでは次に手と足、逆の動きをやりたいと思います。ちょっと難しくなるんで、頑張ってやってみましょう。それではまず、手が、ポンの時足はパー、して手がパーの時に足はグー、いいですか。もう一度いきます。はい、ポンパポンパポンパ、はい、 OK です。はい、それでは最後に手と足、逆の動きを10回続けてやってみましょう。はい、それではいきます。よーい、始め。ポンパ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 サス、はい、ポンパポンパポンパ、はい、皆さんこれできましたか。はい、今日のおうちでトゥースポー、みんなちゃんとできたかな。来週はもっともっとね、難しいトレーニングを、持ってくるんで、今日やったことをしっかり、おうちでトレーニングして、来週楽しみにしてください。また来週頑張るぞ。上手くなるコツは毎日繰り返し練習することです。また頑張りましょう。